私たちがその男性と出会ったのは1年前でした。吉田正美さん、58歳。重い知的障害と身体障害があります。カバンをたくさん持って訪れたのは堺市のショートステイです。ショートステイとは、障害のある人が国の制度で使うことができる短期の宿泊施設です。収入が少ない人は宿泊費は無料です。こちらが和室になってまして、畳のお部屋で1人から3人ぐらいの方が、寝泊まりされるお部屋になっています。こちらが個室タイプのお部屋になっています。こちらベッドなんですね。あ、こちらはベッドになってます、利用しているのは親と暮らしている障害者。子供を預かってもらって親が疲れを取るために使われています。しかし吉田さんは違っていました。ダンスの写真父親と暮らしていた吉田さん。この取材の3ヶ月前、父親が突然入浴中に亡くなりました。怖かったね。言って、言って。その日の夜、近所の人の通報で保護されました。しかし、どのショートステイも予約でいっぱい。吉田さんは5カ所のショートステイを転々としています。思い出、他に持ってますか？ラジオ。ラジオ。お父さんが使ってたラジオ。民間の事業所で吉田さんを担当している相談員の林さん。吉田さんが入る施設を探していますが、行くところがないっていうところがね、本当に課題なんですけれども、ショートステイって言って1泊2泊のね、一時的な利用っていうのもなかなかな中で、全国的に見てもやっぱり入所施設っていうのがないんですね。障害のある人がショートステイで暮らしている現実。堺市の去年7月の調べでは、1ヶ月以上ショートステイにいる人が14人いて、そのうち3人が5年以上滞在していました。それはロングショートステイとも言われています。堺市のグループが障害者がロングショートステイに陥った理由を調べると、両親の他界、父の入院、母親が重度の肺炎など、どれも深刻な理由でした。緊急で受け入れる入所施設を堺市は用意はしていますか？そういった形の施設っていうのは堺市としては持ってございません。次の行き先が決まるまでの間、長期の利用になっておると、少なくとも5、6年前ぐらいからはそうした課題が受け止めていたと。堺市が補助金などを設け、障害者がずっと住むことのできるグループホームがこの5年間で300人分増えましたが、空き部屋はほとんどありません。ショートステイを転々としている吉田さん。
働いて16年になる作業所に通っています。ここには仲間がたくさんいます。おはようございます。おはようございます。元気？元気？はい、今日も一日作業頑張りましょう。元気ですか？まさみさん元気ですか？はい、元気です。吉田さんが所属しているのは焼き菓子作りの班です。いただいていきます。じゃあ吉田さん、あの貼ってもらったやつね、ここに入れていってもらえる？オッケー。じゃあ紅茶ばっかりね。お菓子の袋にラベルを貼る仕事をしています。突然父親を失い自宅で暮らせなくなった吉田さんにとって、作業所で過ごす時間が心の支えになりました。じゃあ、相談員の林さんも時間を見つけては吉田さんに会いにやってきます。お暇なにしたらすごくいいよ。どうするの？帰る。林さんは吉田さんが落ち着いて暮らせる住まいを探し続けています。条件はこの作業所に通えること。その分選択肢は減ってしまいます。作業所の送迎範囲外のところだったらホーム1個あったんです。だけどそこに行ってしまうと本人さんの心の支えである作業所に通えなくなってしまうので、これからの生活に多分生きる希望を見出せないかなっていうふうには思いました。そこは一番大事にしたいなっていうふうには思ったので。夕方、荷物とともにまた別のショートステイで宿泊します。まるで難民のような暮らしが何ヶ月も続いています。片付けては取り出して毎晩飾っている父親の写真。ろうそくなんです。あ、ろうそく。ろうそくで、あの火を持ち込めないので、でこうせめてこういう形でっていうので、新しいお家でしたいことありますか？お父さん、お父さん、どうかわからない。写真を飾って、うん、住まいが見つかったらまずはお父さんに手を合わせたいと思っています。持ち歩けない荷物は林さんが預かっています。吉田さんにとってどれも捨てられない大切な思い出です。お父さんが日々履いてあのタクシーの運転に行くときに、お仕事に行かれるときにずっと大事に履いてはった分やったんです。お父さんが個人タクシーをしながらあの育ててくれたこの靴を履いて仕事行ってたんだっていうところ、これはもう絶対に本人さん持っていくって言って譲らはれへんかったので、親一人、子一人で暮らしていました。父親は自分が死んだら息子はどうなるんだろうと心配していたといいます。親を亡くしたその日からショートステイを転々としている障害者。これは堺市だけの問題ではありません。障害者の家族や施設の職員らが立ち上げた全国暮らしの場を考える会。お母さんが急に倒れられたもんだからすぐあのショートに行かないか、だいたい3カ所ぐらい当時たらい回しはあって、各地で悲痛な声が上がっています。特に都市部では障害者の入所施設が圧倒的に足りません。
埼玉県でいうと今1400人ってこの間言われたけど、もっと増えてきていて1500人ぐらいになってるのかなっていうような状態なんですね。断るのも気の毒なぐらいで、ちょっと会えてないんですよって言うんですけども、本当にこう、もう数が圧倒的に不足しているという現状があります。去年11月、入所施設やグループホームを増やしてほしい、障害者の家族らは厚労省に要望書を提出しました。よろしくお願いします。私ら家族で見るにはもうやっぱり無理があります。安心して暮らせるようにしていただけたらなというふうに思っています。やっぱりロングショート状態のその人の立場に立ってですね、解決をね、図っていくってことを本当に緊急の課題にねしていただきたいなというふうに思います。一方、国は入所施設の障害者を減らそうとしていて、数値目標を掲げています。理想は障害者が施設ではなく地域で暮らすこと。しかし地域には施設に代わる障害者用の住まいが足りません。ショートステイを転々としていた吉田正美さん、その後相談員の林さんがシニア向けの賃貸住宅を見つけました。移動してた頃よりは楽になりましたか？それが一番やね。夜静かなんだよね。林さんが撮影した吉田さんの部屋です。様々な人に助けられ落ち着いた暮らしを始めています。ついね、先日がちょうどお父様お亡くなりになられた日で、お父さんがつないでくれた絵もたくさんあるんやよね。お父さんがいろんな人とつないでくれはってんよね、きっとね。結局吉田さんはショートステイで5ヶ月半暮らしました。その間66回の移動を余儀なくされました。さようなら。障害者のロングショートステイ、この問題を誰が解決するのでしょうか。